解説は筑波大学名誉教授の中村一郎先生です。先生、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。ロシアのウクライナ侵攻、えー、2月の24日に始まりましたから、今日で4ヶ月ということになります。再び停戦交渉の動き、プーチン大統領政権以上失敗でロシアはバラバラにという2つのテーマで解説をしていただきます。まずはこちらから。 はい、ウクライナとロシア、トルコで停戦交渉かという話が動き始めているそうです前回6月12日に開催かとしながらも開催されなかったのはゼレンスキー大統領が交渉に難色を示したからだということでした。その大統領を説得ししたんでしょうかはい そうこの一枚皆さん覚えていらっしゃいますか、うん、16日キーウでの首脳会談えこれがゼレンスキー大統領ですよねでドイツのショルツ首相フランスのマクロン大統領イタリアのドラギ首相と四、えー、社での会談が行われましたでここでマルタさんからもありましたけども EU 加盟を説得材料にしたのか今日ウクライナは異例の速さで EU 加盟候補国に決定ということで、先生このあたりどうなってるんでしょうか。そうですね。えっ、ー、と今、まあ、EU 加盟の候補国あの。 候補国になるということで、はい、その代わりに、まあ、あのロシアとの停戦交渉に臨んでくれ<ー>ということをヨーロッパの参加国が、まあ、おそらく説得にいったんではないのかというふうに言われているわけなんですね。今お話しあったそのモルドバもこの候補国に入ってるんですから、まあ、ロシアから非常に、まあ、圧力を受けている国を、うんまあ、EU で一緒に守っていって、うんうん、同時に、まあ、モルドバに対しては、まあ、脅威を少しでも、うん まあ軍事的な脅威を減らしてまあ外交交渉の場で少しずつまあ緊張を緩和していきたいという狙いがあるわけなんですね。はい、三沢さんこれ加盟候補国ということなんですよね加盟候補国なんですよ、うん、EU に入りたい国ってもたくさんありますしトルコなんかもずっと入りたいっていなかなか入れないっていうのはそれだけハードルが高いんですが EU 加盟候補国になるのにも全会一致の承認が必要で今回異例のの速さで全会一致の承認、うん、普通こんなスピードで進まないですかない ない,ないです,いで,す、えー、ですから、それはきっと恐らく停戦交渉というものに向けて動き出しているのかなということも考えられるわけなんですね。 今後じゃあその EU 本格加盟に向けてでもこれ大きな一歩という,う大きな一歩なんですけどもこれから三十五章あるチャプターを一つ一つずつ法の支配ちゃんとやってるかとか経済大丈夫かとか少数民族どう扱ってんだっていうのを一つ一つ,つやっていきますのでここから長い短い短い入れるわけではないですあくまでも候補国です、はい、先生によりますと穀物の安全な輸送 という形で協議をするのではないか。このいわゆる停戦交渉なんだけども。 戦争やめましょう攻撃やめてくださいじゃなくて穀物の安全な輸送を先生これなんでまたこういう言い方ですかまず、えっとまあ、今ウクライナで取れている穀物が今輸出できない状況なんですね、はいまあ、国会が非常に危ないということで<っ>まず、まあ、人道を変えろといってこれまで、まあ、いろいろ停戦交渉やってきたんですけどうまくいかないということでまず、まあ、穀物の、まあ、安全確保っていうことで輸出できるようにするっていうところからまず始めていこう、うん ということで、早ければ、来週の半ばには。ですから、もう国連の事務総長が参加することが決まってる。エルトアン大統領、当然ですけれども、そこに、まあ。 姿を表す、うん、あとはまあゼレンスキー大統領とプーチン大統領が来るか来ないかっていうあたりが一つの大きなあの今山場になってきているということなんですねそれが来週行われる予定まだね今先ほど2時間前ですけども、はい、ロシアのタス通信が打ったんですけども、はい、まだ日にちまでは言えないということであ<ー>まあトルコ側は来週の半ばには開催したいという意向は示してるわけなんです、ね、ですから今停戦 交渉に向けてもギリギリのところでもちろん今回停戦交渉が1回開かれたと言って、うん で、それでも、あ、戦争が終わりというわけではなくて。うん、やっぱり停戦をずっとつないでいくっていうことが重要なんですね。ああまず、そのスタートを切れるかどうかというところなんですね。う定戦中はその一回で、じゃあ定、ね、停戦でじゃなくて、もうそれをこうつ、つないでいくということになるわけですか。かそ,そうです。<ー>で、それ一日でも一週間で右から、もうとにかく一回停戦しようと。それをまた再開ってことになるかもしれないけど、つないでいくっていうことなんですね。うんうんえー、さあ、そんな、プーチン大統領、ロシア国内ではプーチン。 大統領の統制が効かなくなりつつあるんじゃないかという話なんです。えー、欧州投資,投資銀行の発表によりますと、ウクライナの復興にかかる費用が約1兆ユーロ、ユーロ、えー、日本円にしますとおよそ142兆円、えー。そんなかかるんですか。すごいですよ。 確かにもう街が悲惨な状況になってますけどもあれを復興するのにこんなにお金がかかるそうですから今、建物がめちゃくちゃインフラもめちゃくちゃ、はい、しかも地雷がどこにあるか分からない<ー>それも撤去しなくちゃいけないわけですねそう,うそういうことで、まあ、これだけのお金がかかると私たちはどうしても戦況ばかり見てしまうんですけども、うん、やはりウクライナ全体がやはりいつまでも戦争を続けられるわけないわけで、うん、です。から戦一体 今後ですね、戦後復興がどうなっているかというところで、実はロシア国内でもいろんな人が発言をし出してきているということなんですね。142兆円というのはロシアの GDP の62%に相当します。もし進行を続けてロシアが占領する地域が増えて、その後復興するとなるとものすごいお金がかかる。現在ポストプーチン1位と言われています大統領府第一副長官のキリシエンコ氏によりますと、復興に爆弾… ごめんなさいキリエンコ氏によりますと復興に莫大な資金が必要国民の生活水準が下がるというふうふに訴えているこれはどういうことを意図しているんですかまあ一言で言いますと今回、軍事作戦でいろいろ攻撃してますけども結局、これ反戦ということですね今の,、うん、あの戦争の今回の軍事侵攻の大義名分、うん、ウクライナの東部ドンバス地方のネオナチに抑圧されている新ロシアの人たちを解放すると。 それにしては非常に、ね、これだけの莫大なお金がかかるということで、うん、まあ一言言えますと、まあ、反戦ということを大統領の足元の人が言いい出したということです、ね、じゃあこのキリシエンコさんはやんわりと批判しているわけですがキリエンコさんは。 こういうことってあり得るんですかその側近がありえないですよですから逆に言うとプーチン離れが足元で起こっているということなんですね、うん、はいえー、というそんな話がありますそしてもう一つはロシアでは政治家の健康について触れてはならないにもかかわらずプーチン大統領が癌にかかっているということを初めて否定をしたのがラブロフ外相ですえプーチン大統領は癌にはなってないよとは言ってるんだけどもこういうことを言うこと自体がもう異例だということですねそうですねプーチン大統領の健康問題というのは 私たち、まあ、欧米、日本でいろいろ言われてますけれどもロシア国内でしかもプーチン大統領に近い政治家がテーマとしておしゃべるっていうことはあってはいけないことなんですね、うん、ですからロシアでは初めて否定したとラブロフさんがそこがニュースになってんですねそのあたりも統制がちょっと効いてないんじゃないかと、はいえー、さらにはこんな話も地元のメディアの記事ですけどもロシア版のマクドナルドはまずい本家を戻さないと。 アメリカのマクドナルドがいいよってこれメディアがこんなこと言ってい、えー、い,いんですから新しくロシア版マクドナルドが6月12日オープンしてみんな期待していったんですよ、やっぱりまずいそれだけだったて言ってやっぱりアメリカ人に帰ってきてほしいということを公然ともみんな言い出してるわけですね<ー>このプーチン離れ加速があの予想に影響するんじゃないかっていうそのあの予想なんですけども。うん はい、6月10日の時点での予想でございましたけれども先生によりますとプーチン大統領6月末までに辞任する確率99%という話ではあったんですけども、うん、先生。 ま週間ほどどありますけどもこの番組出てから、はいはい、梅田に来ると99%の人だって言われるようになったりして<笑><笑>もうなんか背負ってますよ、私 99%, 99 <laughs> ねあの、まあ、プーチン大統領が、まあ、本当に退くんじゃないかというお話があったんですけれども最新の予想、プーチン大統領辞めたくても辞められない。 どういうことかというと辞任に向けての協力者があまりにも少なく6月末までの辞任発表の可能性が低くなっているとうん、うん、先生、そういういことなんですか、えー、実はですね昨日ですけどもあのニュースが飛び込んできたんですよね、はい。どういうことかというとプーチン大統領のすぐそばにいつも核のかばんを持ってますよね。うんうん、ここれれですよねこの れそれを持っているそのジミンという男性です、はい、おそらく私が見る限りこの男性だと顔が非常によく似てるので、はい、この人だと思うんですけども、うんはい、この「自民という人が自宅のキッチンで。はい 何者かによって頭を銃で撃たれて、えー、そして今病院に運ばれてて ICU、はい、つまり集中治療室で今非常に危険な状態にあるっていうことなんですねですからプーチン大統領のまさに側近中の側近、ね、しかも2000年にプー,チン大プーチンさんが大統領に就任してからこのジミンさんっていう人はプーチンのそばでもちろん警護隊であるだけではなくこの核のボタンをずっとここで持っている 非常にロシアの安全保障にとって重要なポストの人が自宅で撃たれるということはつまりもうプーチン大統領の周りで何が起こっているかもうむちゃくちゃな状態になってきているんじゃないかですからプーチン大統領、この6月末でも自分は辞任しようと本当思っていたと思うんですね。だけどもいいろんな政治家たたちがが自分がやりたいと いうような話を、まあ、出してきたり。うん、そして、自分の周りで、こういった側近の人が、あまあ、非常に、まあ、不審な、うん、まあ、あの。 事件が起こったりするということで,で、ねまあ、プーチンさん自身も今ここで辞任するにしても後継者を打ち立てたり、はいそ,ね、その手続きですね、うん、今後のスケジュールもきちんとあの発表しなくちゃいけないとと、うん、とてもとてももそんなな状況ではないと先生やっぱり後継者っていうのは例えば治安機関とか軍とかオルガルヒも全部抑えなきゃいけないそういう人はやっぱりなかなかいないんじゃないですかプーチン以外。 あのプーチンさん以外には実はたくさんあまりにもたくさんいて収集がつかなない状況なんですよそれでもちろんフェイスベイトロシア保安局の長官も1人として生 上がってしすし、まあ、いろんな人が自分がやりたいという、まあ、意思表明に近いことを発言しているわけですね、うん、そうした中で先ほど言ったような、こういった警語の非常に重要な核になる人が不審なこう事件に巻き込まれるということでどうもプーチン大統領も統制が効かなくなってきてると、はいるという状態が起こっているということです。で プーチン大統領が、まあ、上手にその政権を次にバトンタッチできなかった場合政権以上失敗するとロシアがバラバラになるんじゃないかというのが先生の見解でしてバラバラというのはまあこれがまあロシアは本当に広い国土なんですけどもモスクワ大公国、ロシア正教会兼イスラム教兼そして遊牧民国家、仏教兼 極東共和国したううバラバラっていうのは140の民族から成り立ってるんですね宗教もいろいろだと。で私が一番心配してはやはり極東共和国ができてしまうと、うん、ここそこですね。実は バックにやっぱり中国がいてこの極東の方にどん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 ん中国が入っていっているしかももっと私たちにとってこれが大きな問題になるのはあの北方領土にも中国がどんどん,どんどん進出してきているということでもしこういった形でロシアがバラバラになってしまうとあの北方領土私たちの固有の領土である北方領土も実は中国が占領してしまうんじゃないかと。 いうことが一番こう身近な問題として非常にこういったバラバラになった時のまの私たちにとっての影響も非常に大きいそう考えてくるとまだまだまだ今の方がましかなということが言えるわけなんですこの広い広いロシアをまとめているのはプーチンさんだからできているとというこそうですねそのプーチンさんが非常に今危険な状態になってきていると,いうこ,とですなんかこのロシアがバラバラになるなんてちょっとねえ。 想像もつかないようなことですけども可能性としては先生あるということですよねそうですはい、えー、ということでただまあ日本にとってはロシアのままの方がいいんじゃないか北方領土の問題も含めてという先生の解説でした、えー、この時間は中村先生の解説でした先生どうもありがとうございましたどうもありがとうございました